抱えて外 でしかもここはね、おそらく世界一有名な小さな交差点、アビーロードスタジオのですね、目の前の、交差点です。すごい人が人がいっぱいで、まあ、車も、徐行して通る車とかが多いんで結構渋滞になってます。で今年いよいよ、まあ、オーストラリアアマゾン始まるわけなんですけど、まあ、オーストラリアアマゾン始まったらね、やはり日本に住んでる方相当チャンスです。あとオーストラリアに住んでる人もね、今までオーストラリアに住んでるとなかなかね物価も高いし、オーストラリアに住んでてね eBay やってもオーストラリアからどっかに送ってもね、全然儲かる商品見つけにくいんで、まあ、稼ぎにくかったと思うんですけど、まあ、日本の商品をオーストラリアに売れば儲かるし、でオーストラリアに住んでたらね日本で買ってもらった商品をオーストラリアで受け取って、でアマゾンに納品すると儲かると、非常にね稼ぎやすいチャンスになってます。で今オーストラリアアマゾンのサポートで、前回の、まあ、募集までで、個人サポートで、もしもオーストラリアアマゾンに参加できなくてもね、現場アカデミーで、用意した講座で販売しますという特典は終わりなんですけど、今後どうするのっていう質問が来たんでちょっとお答えしたいと思います。まずね、個別サポート、まあ、これについては、まあ、もう講座でね、売ってあげるっていうのは、まあ、人数的に無理なんですけど、アメリカ法人あるいはオーストラリア法人が必要ならね、その法人サポート設立サポートを、サポートする。でオーストラリアの銀行口座が必要ならね、その銀行口座の開設も、サポートする。その他、まあ、日本法人とかはね別にそんな難しくはないんですけど、まあ、法人が必要だったら法人の設立あるいはね、どういう風にやってオーストラリアアマゾンの、商品を出していくか、その辺のサポートをしております。で、まあ、マニュアルサポートの方でオーストラリアアマゾンの何がサポートできるかってことなんですけど、まあ、こういう風にやってオーストラリアアマゾンをやりますと、ね、ちょっとこれは個人にはハードル高いなという内容でも、まあ、一応マニュアルサポートの方はね、マニュアルを作るというようなサポートになるのかなと思います。